目で太田さんに点が入りましたので11対11の同点となりました。ここで太田さんが逆転。この試合15点先取で行われています。現在は11対11。
しかしてるか。あの傾斜になってるね。ちょっとピンカーですね。